東郷池は鳥取県東白郡百合浜町にある周囲1 2トルほどの木水湖である。東郷湖とも言う。南方の北山古墳から望む。長さ2キロメートルほどの発出川を通じて日本海に繋がっており、しじみが取れる。池の中央付近の湖底からは温泉が湧くという全国でも珍しい池であり、湖畔にはハワイ温泉と東郷温泉がある。また、 冬には、池から湯気が立つ、神秘的な風景も見られることがある。古くは入り江であり、砂の堆積により海と隔てられて石湖になったと考えられている。北側の海との間にある丘陵、馬の山には、馬の山古墳群があり、当地の港を支配した豪族のものと言われる。鎌倉時代の昭和2年に描かれた東豪、東合荘。 下地中分絵図にはほぼ現在のものと同じ様子が描かれている。また、現在日本海に直接流れ込んでいる天神川は、江戸時代の河川改修までは、発出川に交流していた。一説に古くは、東郷池に直接流れ込んでいたという。周辺には、宝器一宮のしとり神社、羽衣岩木屋と、東郷湖ハワイ臨海公園、八伏山。 中国庭園燕町園などがある。展望台は、百合浜町区内の出雲山展望台と、道庁白石の八伏山展望台などが知られており、標高の高い八伏山からは、池全体を一望することができる。ありがとうございます。